どうぞ。はい、スタジオライブ24-42 の、商品説明をしたいと思います。こちらの商品デジタルミキサーに、該当するんですが、非常にアナログライクな、インターフェースを持っていまして、これまでの、デジタルミキサーのようなレイヤーの概念は持ってないんですね。非常に、まあ、全ての機能が表に出ているというような、ミキサーになります。例えばですね、機能的に紹介しますと、24チャンネルのインプットに対して、例えば、エフェクトをかけたい、チャンネルストリップをかけたいという場合は、セレクトボタンを押します。これを押した時点で、ここのモードがすべてゲート、コンプ、イコライザー等出てきますので、ここで自由に設定をしていただくような形になります。で、特徴としましては、この24チャンネルの、チャンネルに対して、4つのバス、1つのステレオアウト、メインアウト、あとはこちらの方24チャンネルの仕様の方は10個のオグジュアリートラックを持っています。例えばオグジュアリーに振りたいという場合、従来のアナログのミキサーですとチャンネルストリップ上にオグジュアリーのつまみトリムがあったと思うんですが、今回このクリスマスのスタジオライブでは、例えばオグジュアリー10に対してコントロールを押していただくと、ここで送り用を各チャンネルの送り用を決めてやるというような設計になっております。これは全てのチャンネルにおいて同じ作業を行いますので、非常にまあアナログライクな操作感を持っているというのが大きな特徴になっております。非常にまあ、例えば、選択をして何かを作業するという、プロセスになってますので、従来のアナログを使っている、方はですね、非常にまあ乗り換えやすく、作業しやすい、またはアウトプットが非常に豊富ですので、PA をされている方、または、レコーディングのサブミキサー、何かモニター開始を、探している方には、非常に手頃な製品という形になっております。1本目。